皆さんこんにちは、ゆるふわです。今週も1週間本当にお仕事お疲れ様でした。はい、今日もゆるふわのキッチンからお届けをさせていただきます。今日は来週の18日に FOMC の発表を控えていて、そこで次なる大きな流れ動きになってくるんじゃないかなと私は個人的に予測をしているので、そうした次なる大きな動きに向けた私のビットコイン戦略についてシェアさせていただきたいと思います。そうFOMC 恐怖ですよね。日本時間の18日27時に FOMC の発表を控えています。なので正確に言うと日付超えているので19日になるんですけれども、そう、ここね、かなり注目が集まっています。そして今これからビットコインスタートさせようかな、仮想通貨スタートさせようかなって思っている方、ぜひ今バイビットで 1000USDT 14万円相当のエアドロップ、ポジションのエアドロップの大キャンペーンを実施しています。ぜひ今のタイミングでバイビットの口座の開設をして、ぜひこの14万円相当のポジションのエアドロップゲットしちゃってください。こちらのボーナスが獲得できる専用リンクに関しては、私の YouTube の概要欄、コメント欄の方に添付をさせていただいておりますので、ぜひそちらをポチッと押して、皆さん存分にポジションのエアドロップゲットしてください。そして、一人ぼっちの仮想通貨民どれぐらいいますか？結構いると思うんだけど。私もね、この YouTube を始める前までは本当に一人ぼっちの仮想通貨民だったんですけど、一人ぼっちの仮想通貨民のための、ゆる友のコミュニティがあります。オーシャンコミュニティというコミュニティがあります。いろんな疑問点皆さんお持ちだと思うので、ぜひこのコミュニティにね、参加して、ゆる友の、お力を借りてください。本当になんかね、ワンピースのメンバーみたいな感じで、みんなめちゃくちゃね、ユーモアあるゆる友がたくさん集まってくれているコミュニティとなっておりますので、ぜひそういったところをご活用ください。それでは早速なんですけれども、チャート見た後にね、そう、私のビットコイン戦略についてシェアをさせていただきたいなと思います。良さそうな、良くなさそうな、どっちやねん状態なんですけれども、それでは週間は全面的にね、なんだか良さそうな雰囲気となっていますが、気が抜けない。そう、18日に、そう、FOMC という大きな発表を控えているので、まだ引き続き、こう、不安定な状況が続いています。続いていると私は思っています。それではなんですけれども、現在のビットコインの価格一緒に見ていきましょう。これ今ね、バイビット見てます。バイビットの、ページの上のところのデリバティブというところの USDT 無期限。そして、ビットコイン USDT で見ていきます。現在のビットコインの価格、57,900ドルぐらいですね。800ドルぐらいとなっています。そう、これからね、こっからどういったところを私が見ているのか、どういった今ね、戦略を私が立てているのかというのを、この後にお話をしていきたいと思います。そう、注目している推移、激伸び中です。めちゃくちゃ激伸びしてます。現在の価格 1.02 ドルとなっています。もうこれからね、引き続き推移は、ずっと注目しているんですけれども、で、推移なんですが、本当に調子が良くて、最近でも、こう結構 SNS とかで、注目されている方が多くなってきていて、すごいね、個人的にラブなんですよ。本当にラブで、そう、すごく嬉しいなと思っています。で、なんで私が推移に注目し始めたのかというと、まあ、私が個人的にね、その水が大好き、本当1日ね、8リットルぐらい飲むんじゃないかぐらい、めっちゃ水飲むんですけど、そう、めちゃくちゃ水飲むんですけどね、そう。で、まあ、そういったのもあります。そういった背景もあり、個人的なかなりの背景があり、で、今年の4月ぐらいだったかな？間違ってる？合ってる？間違ったらいろいろと教えてください。に、パリブロックチェーンウィークというのに、参加させていただきました。それはパリで行われた、ブロックチェーンとかクリプトのイベントなんですけど、その時に、スインが、サイドイベントっていうのかな？なんかイベントやってたんですよね。ハッカソン的なイベントをやっていて、
なんかそういったところで、なんか改めて水を注目し始めて、なんかこう結構トレンド感あるなだったりとか、その時に改めてその水のブロックチェーンのテクノロジーっていうのをもうちょっと学び始めて、そこから結構なんかこう、水めっちゃ魅力的だなって個人的に感じて、この水にね、注目をし始めて、こう、ちょっとずつ買い足しをスタートさせました。まあそういった背景があって、私はその水はね、すごく注目しています。なので、なんて言うんだろうな。私が注目しているアルトコインっていうのは、比較的、こう自分自身の目で確認をして、なんて言うんですかね。その自身のプロジェクトめっちゃ輝いてるなって思ったアルトコインというか、そういったプロジェクトに、こう比較的、こう投資を行っていくスタイルです。そう。なので、このチャートを動かしているのは、裏はね、生身の人間なんですよ。なので、私は、その生身の人間というか、そのプロジェクトのスタッフの方とか、そういったプロジェクトの方にちゃんとお話を聞いて、で、自分が魅力的に感じたなと思ったら、投資をスタートさせていく。私はね、かなり個人的なんですけど、こういったスタイルを貫いています。そして、まあ、水ね、あると教えてくださいっていうことだったんですけど、私本当に、水本当、前回というかちょっと前まで本当水一択ぐらいだったんですよ。で、最近だと TON? 最近だと、あると、もう本当この二択ぐらいです。水と、TON。トンコイン。この二択、だからビット、イーサ、水、トン、みたいな感じで。もう圧倒的にここに絞って、今なんていうんですかね、毎日、こう、どんな状況かな、だったりっていうのを見ています。そう、18日がね、ちょっと、ハラハラドキドキじゃないですか。どっちに動くかっていうのがかなり見えてきてないので、18日まではそんなにこう、ダイナミックなことをせず、ちょっとめっちゃこれラッキーだなっていうところに差し値を入れて待っている状況となっています。はい、XRP がですね、上がってきたんですよ。24時間の変動率でプラス 6%。現在の価格 0.56? かな?はい。0.56 で上がってきました。上がってきました。で、これなんでね、XRP が上がってきたんだということなんですけど、はい、こちら、仮想通貨 XRP 投資信託、アメリカのグレースケールが再開したことによって、トークンの価格が急上昇しています。で、今回なんですけど、3年ぶりに、このグレースケールが XRP の投資信託をスタートさせたということです。ね、こういったニュースで本当にね、アルトコインというのはポーンってね、上がってきたりするので、ぜひご自身が興味を持っているトークンに関しては、ちゃんとね、最新情報、最新のニュースをゲットするようにしてください。そしてこのオーシャンのサイトのね、ちょっとスクロールしてもらって下に行くと、仮想通貨の最新ニュースというのでまとめられています。で、ここまとめてくれてるのがすごくて、例えば、まあ、コインポストさんとかすごい有名ですよね。コインテレグラフさんとか。なんかこういった、もう本当になんかこう、クリプトだけじゃないんですけど、まあ、そういったクリプトに特化した、そういった最新情報を載せてくれているような、メディアさんですね。メディアさんの、情報を、いち早く AI が拾って、ここに載せてくれています。なので、オーシャンのサイトを訪れて、ここの仮想通貨ニュースを見るだけで、本当にムラなく、仮想通貨のニュースをゲットできるような状況となっておりますので、こういったところもね、有効活用していただきたいなと思います。で、あとね、私が18日 FOMC だよ、みたいなお話をさせていただいてるんですけれども、そう、この FOMC 何がすごく注目されているのかというと、アメリカの利下げがどう動くのかということにすごく注目が集まってるんですね。で、今なんかすごい衝撃なのが、待機中のマネーというのが900兆円に上っているということなんですよ。そんなに?みたいな。で、11日の時点で MMF というマネーマーケットファンドの運用残高が約900兆円に達しているということなんですね。で、この MMF というのは何ぞやですよね。本当何ぞやですよね。主に短期間で安定したリターンを得るための金融商品となっています。で、最近株式市場では FRB が金利を下げたら、投資家が MMF、マネーマーケットファンドから資金を引き出して、で、そのお金を株式に投資するのではないかという期待感というのが今高まっています。これはすごく
簡単に言うと、金利を引き下げると安全なマネーマーケットファンド MMF ですね、よりも株式に投資してもっとその利益を狙っていこうよという人が増えるかもしれないということですね。うまく伝わってるかな、大丈夫かなもしわからなかったらね、YouTube のコメント欄の方で全然わかんなかったよみたいな、はい、メッセージくださいこれもね、すごい私の成長にもつながりますし、私自身もね、どういうふうにこうお伝えしたらこうみんなに心地よくこうよりこう一発でね、理解してもらえるようなね、日々試行錯誤しているので、ぜひ皆さんね、ダイレクトにお言葉いただけると嬉しいです。はい、それではね、長くないみたいな、長かったですよね。すいません。私の次なるビットコイン戦略についてお伝えをしていきたいと思います。で、特にこれからの強気のマーケットが来るよね。来ますよね。来るよね。願ってますけど。はい、ビットコインのターゲットとされる価格についてお話をしていきたいと思います。で、まずこの強気相場についてのおさらいをしていきたいと思うんですけれども、強気相場って何ぞやと、まあでもね、強いからね、なんとなくもう理解してると思うんですけど、相場全体が上昇傾向にある期間のことを指しています。で、多くの投資家が価格の上昇を期待して買い注文を増やす時期がこの強気相場です。で、現在私たちはこの強気相場というところにもう来てる、来る寸前みたいなね、ところに私たちが今いるわけです。で、この最後のフェーズで、そのビットコインの価格がいきなりね、こう、トゥーザムーンというか、そのバブルが来て、ポーンってね、上がっていく可能性というのがあるので、今みんなコツコツコツとコツと、ご自身ができるね、準備を整えている最中なんです。今私がすごく注目しているのが、カップ&ハンドパターンというね、これがこうね、できてきそうな雰囲気が漂ってきてるんですよ。で、これは何なのかということなんですけど、カップ&ハンドパターンについてですね、価格のチャート上でカップのような形状が形成されて、その後小さなハンドルという呼ばれるところで下落が続くパターンです。で、このパターンが完成するとその後に価格が上がりやすいよねということが言われています。グッドタイミング、私キッチンにいるのでね、実際にカップを使ってお話をしていきたいなと思います。私のマイカップちゃんです。で、このカップの部分、これがビットコインの価格が下がり、これ下がりますね、ここまで下がります。チャートが来ました、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 下がりました。ここがね、下です。で、このハンドル部分、ここもちょっと下落しますね。ここでちょっと下落しますね。で、ちょっと上がってきたよ、みたいな。ここ、今ここだよね、ということが言われてます。で、ここ、ここを上に抜けてくると、バブル来る?みたいな。もうトゥーザムーン行く?みたいな、そういったね、今チャートの形状してるんですね。こう来て、下まで来て、ちょい上がって、ここ来て、ここ?ここ?みたいな、はい、状況に今なっています。このチャートの分析によると、ビットコインが6万5000ドルに達した時に、このパターンが完成されるんですね。カップ&ハンドパターンが完成されて、その後7万ドルを超えていくよね、ということが、まあ今の私の中のシナリオ、戦略ですね。この中でなら私がどういうふうに、そのポイントを掴んでいくのか、エントリーポイントを掴んでいくのかということなんですけど、ビットコインが6万5000ドルに達した時点で、初めての上昇がちゃんと確認ができます。で、その次、7万ドルというね、大きなポイントを超えてくるまで、というのは、まだまだ私はこう、静観しながらね、お、ちょっと来てくれているかなという感じで見続けます。待ちます。この後、7万ドルを超えた時点で、お、やっと来たね、となります。で、ここから大規模な、その動きっていうのが、大きく激しく、動いてくるというのが始まります。なんかうまく言えてる?うまく言えてるとか言ってる。から、強気の、本気の強気のトレンドに入ってくるというのが、今の私の中のシナリオですね。そして次、なら、その7万ドル超えた後、どこま
まで本気で上がっていくのかということなんですけど、目標設定されている価格が12万5千ドルなんですね。この数値というのは、この価格のそのなんでこの価格帯が目標設定として出てくるのかということなんですけど、これはカップ&ハンドパターンというものの、測定移動に基づいた保守的なね、今考えられる保守的なターゲットとなっています。なのでめちゃくちゃまとめます。今私が言いたかったことをまとめます。3つです。1、次なるビットコインの大きな動きポイントとなるのは7万ドルで、2、7万ドルを超えたら大きな動き、もうバブル来るんじゃないかという流れに変わってくる。で、3、7万ドルの次の目標価格というのは12万5千ドルとなっているというのがね、これはもうあくまでも個人的な私の考えなんですけれども、こう総まとめしたら こちらです。はい。ゆるふわのね、動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。いつもね、皆さんからのラブをね、受け取っていることでね、私毎日 YouTube の配信ができております。本当に皆さんからの多大なる応援に本当に日々感謝していますし、また来週はトーク2049シンガポールに参加させていただきます。もしかしたらそのちょっと通常の配信とは違うような配信になるかもしれないんですけれども、そこもねかなりユーモアたっぷりだと思うので、来週の配信もぜひお楽しみください。それでは今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。素敵な週末をお過ごしください。